よいしょ。はい、Facebook と投稿拒否、第3話。個人情報がね、ダダ漏れして、なぜ悪いか。これは、だいぶ前のね、iCloud のという動画を作ったね、ここに、リンクして、書いてます。見てください、後からまた。その時にも言った時と同じですね。情報というのがね、一企業にわたって企業の良心に任せているというね、そういう状態、それがどういうものかね。この問題はね、僕のようなね、こういう専門家じゃないね、ただの妄想家というかね、がああだこうだ言っても仕方がないよね、本当は。だからまあ、これは嘘か本当か、誠か、幻か、わからんけども、まあ僕の妄想、幻想だと思って聞いてください。情報が、ね、個人情報が、そういう管理されたらどうなるかということがね、まあ僕のこれ妄想です。個人情報がね、管理されるということは人間を管理するということなんだね。人間を管理するということは、管理する方とされる方のね、二極化になるんですよ。ね、人類が一緒というふうにはならないよね。だから、管理する側としては、管理する側の都合のいい人間を優遇するようになる。残すことになる、ね。そういう方向になります。まあ僕はね、なぜそれを嫌うかというとね、僕は多分、都合のいい人間じゃないと思います。人類が生きていく、ね、みんなで集団で生きていくには。だから、東京教育もするんだからね。だから、まあそういう分でもちょっと抵抗するんかな。仮にですよ、これから先、どんどんね、そういう管理されて、自分の遺伝子、ね、親族、友達、病気、その他ランダムなね、データが一瞬にして分かる。その時にですよ、結婚の問題とかね、例えば出産の時でもね、出産でもおそらく今から先天的に異常になる子供とか、そういうものも全部分かるようになると思います。で、データを取れば、そういう、人間と人間が一緒になると、ね、リスクが高いとか、そういうデータも出てくると思います。そうすると、それはダメだとかね、そういうような管理社会になる。その管理される側がどういうような人間かというか、文化を持っているとか、この世界はどういうふうに見ているか、どういうふうに調整していきたいのかというのが、ものすごく左右されるんだよね。まあ仮に人間はみんな健康でね、健全で頭が良くて、寿命も長く、一生幸せに暮らす方のが人間の理想だ、ね、エデンの園だ、それが。と思えば、そうなる人間しか選ばれなくなってくるね。まあ僕は言えば、そんな本当、餌のことだよね。できるわけがない。でもまあ、わからないからね、管理する側は そんなふうに思うかわからない。だから、怖いのは、常に管理する側がね、どんな人間なのか、どんな考え方を持ってるのかってね、仮にですよ、理想的な人間の管理をするということは、ね、逆に言えば理想的な人間の生き方、人類の在り方というのを知っている、もう理解している、分かっているそういう管理者ね、ならまだ話は分かるけど、そういうものが、そういう企業というか、そういう管理する側が生まれると思いますか？生まれるわけがないんですよ、そんなものは。絶対できないのよ。人間というのはね、常に死後錯誤しながら、ね、いい方向に、いい方向に行こうとするんですよ。なんかいい方向がポンとあって、はいという渡すということじゃないよね。だから、管理者が、善意を持って、ね、本当に悪意じゃないんですよ。善意を持って人間を
ダメにするという可能性は大いにあります。まあこれも僕の妄想ですよ、本当に妄想のついでに。僕は何年か前にブログで小説じゃないんやけど、なんかわけわからん間にできてしまった物語があるんだけど、その中にそういう部分も全部書いてるね、最終話にね。あれは僕が読んでも納得するんやね。変な話やね、自分が書いた文章にね納得するんやね、自分が書いたとはとても思えんだよね。よくできてるな、よくこんなことを書いたなと自分で納得するんだから面白いよね、本当に。まあ自分の妄想を動画でね、立ち上げてね、ああだこうだ言ってもどうしようもないんだけど、簡単で便利でね、早い、そういうようなものは、なんというか、ちょっと間違えば、えらいことになりますよと。まあ、ほんと、余計なお世話やね、こんなこともね。はい。